雨を抱きしめないでよ。いけないわ、世間様に顔向けできない。ひさりしてるのは嘘じゃない。たとえ実らぬ恋がどうしても、ふたりの出会い早すぎただけ。10年してから I love you、 10年してから I love you。時間です。 でも本当にヨットの操縦なんてできるんですの？これでも若い子ら海のバカ大将と呼ばれたもんだ。バカ大将？あ、二人っきりで愛の荒海へと漕ぎ出しやすいぜ。早く。お一人でどうぞ。わしが信じられねえんですか？はい。こうなりゃ是が非でもわしの華麗なヨットさばき見せつけて俺直させちゃうんじゃい。ダメざんます。先生見ててくだされや。知らないった。中に高々ちゃんたちが乗ってるざんます。大変だわ。まずざんます。ダメだ。あれ父ちゃん、勝手に何やってんだよ。うっせんな、パパイヤ先生にかっちょいいところ見せるんじゃい。かっちょいいとこっつったって、大地父ちゃんヨットの操縦なんてできんのかよ。なに、こんなものわしにかかれば。ものすごく危ねえし。ダメです、引き返しです。父ちゃんのヨットの腕はすっごくよくわかったからさ。まだまだ序の口だい。あななれって。おいおい、これってマジか。どうする高高くん。僕何にもわかりませんです。おーちゃん、おじさん。海をバカにしちゃいけねえとあれほど言ったじゃねえか。じゃあ、見ろよ、奥も雪が怪しくなってきたぜ。ずいぶん沖へ出ちゃってるわ。どうするんですか。とてつもなくハートがやばいぜ。これじゃ沈没しちゃうよ。バケツで水をかき出すぜ。もっと急げ、もたもたすんな。いやー、ドドドッパー。父ちゃん助けてくれよ。わしゃハンマーじゃなくて金槌なんじゃい。この本に及んで。父ちゃん、おいに捕まれ。よし、バレ。もう
ただいま表現にやや誇張がありましたことをお詫びいたします。見て島よ。本当だ、やった。じゃあ一応は助かったです。無人島のようだぜ。無人島。ヤッホーヤッホー。おーちゃん、遠足じゃねえんだから。どうするんですか、これから。どうするったってよ、人生楽あれば食われじゃ。ヤッホー。見渡す限りの海、肉なんて全然見えないぜ。この無人島でずっと暮らすの、なんで超お金持ちのお坊ちゃまの僕がこんな目に遭うんですか。大丈夫だよ、きっとパパイヤ先生たちが助けに来てくれるって。とりあえずヨットの方を使ってテントを作ろうぜ。私たちこれからどうなっちゃうのかしら。バカ野郎、海なんか大嫌いだぜ。おーちゃんだら、あんじゃせっかくええところちゃったに。なんかお腹空いちゃった。よし、ちょっと待ちてくるよ。今おいらがすっげえ美味しい料理作ってきてやっからさ。まず熱々のご飯にバターをよく絡めて、それからポテトチップスやエビせんなんかのスナック菓子を何種類か砕いてこのご飯に混ぜて、これでよしっと。バタースナックライスで。オーマイゴーグ。キッ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 。大変だよ、ヨットが。ちゃんと繋いであったのに。食べ物も水もヨットの中です。ハートが絶望的だぜ。泣くな。昆布、飯はまだか。ご飯に熱い味噌汁に納豆、卵に焼き魚があればまあええじゃろ。何考えてんじゃん、ボケちゃうやつ。無人島対策委員長として、お菓子でも何でもみんなが持ってるものを出し合うことを提案するぜ。これでしょ。父ちゃんもだよ。たったこれだけか。仕方ね、あとは手分けして現地調達で。あら、なんだろうか。で、わしは何をすればいいんじゃ。なんでもいいけど、邪魔だけはしねってくれよ。ん？のけものにしよってわしとて。おお、見て、いやーだ。パイナップルがあったわ。飲み水も作ってきたよ。オイラなんてこんなに釣れたぜ。昆布の父ちゃんがかかったぜ。わしの荷がちょっと硬いと思うが。助けてください。昆布でーす。おい、なたかだかが鼻ブクブクになってやんの。あとは火だな。マッチなんてないぜ。なもんなくったってバッチシオッケーだぜ。まず黒い色の紙を用意して、このセロファンにこうして水を張って、これをレンズの代わりにして火を起こすんで。そんなので大丈夫なの。やったー。サバイバルに火は欠かせないですね。カメラや双眼鏡なんかがある場合はそのレンズを使いますが、ないときはこのようにレンズの代わりになるものを工夫します。乾いた流木や松の枯れ枝などが燃えやすいようですよ。水は川の水や雨水を一度沸かして飲むようにします。川や水たまりがなければ木の葉などについた浅水を水筒に集めれば OK。 ではまず魚を切り身にして。魚は大の苦手です。まあ未知なって。バナナの葉っぱの上にガーリック味のポテトチップとパイナップルの輪切りを乗っけて、でその上に魚の切り身を乗せて、
この葉っぱで包んだら真っ赤に焼けた石の上で蒸し焼きにするんで。そろそろいっかな。ほら、魚のパイポテチ焼きで。うわ、本格的ね。よし、魚を使ってもう一品で。今度は魚を丸ごと串焼きにして、その身をほぐして、それでこれを砕いたチョコと混ぜ合わせてクラッカーで挟めば、フィッシュクラッカーサンドの出来上がりって。これなら魚嫌いな人でもバッチショッケーだぜ。いただきさま。オーマイゴー。このパイポテチ焼き、ガーリックとパインの風味がベリーデリシャスだがね。そうだ、 ABC ビスケットの SOS の文字を入れて流すのね。これできっとオイラたちが助けを呼んでるって分かってくれるって。ちゃんとペロリン村に流れ着いてくれよ。昆布くん、これ見て。なんだろうこれ。何かの場所を示してるんじゃねえか。海賊が無人島に宝物を隠すって話聞いたことあるわ。宝島か。なんじゃと。お宝じゃ、お宝じゃい。父ちゃん、一人で勝手に行動したら危ねえぜ。お宝だ。けけけけ、オーマイコンブ。間違いねえ、宝島じゃ。おお、タコのお化けじゃ。それもよりによってウインナーのタコです。こっちに殺せ。こっちは何度の怪物で。主映画みたいだぜ。見とれてるかいじゃない。今のうちで。怖かった。ハートがぶっ飛び弾けだぜ。怪物の島に来たんじゃ。川だ、こっちに川があるぜ。おお、釣り橋だ。ここにも矢印。宝物はわしのもんじゃ。うわ、どうだろうか。どう、父ちゃん、昆布、これナイフで切られてるぜ。あぶねえ。誰かいるわ。ここは危険だ。とりあえず向こうへ逃げるんで。ママにお仕置きしてもらっちゃうぜ。あら、急に勇気が出てきたです。トロッタッタッタッ。父ちゃん、父ちゃん、父ちゃん。うわ、今度はエビぐらいの怪物だね。メメ、大丈夫か。痛い。みんな、こっち早く。
でもこうしてても仕方ないぜ。メンメンの足の手当てもしなくちゃいけねえし。よし行ってみよう。ようこそキャプテンコックの島へ。住もうとして捕まったみたいだぜ。どうせそんなこったと思ったぜ。どうする昆布、とりあえず父ちゃんの縄を解いてもらっちくるよ。オッケー。うきき、うかき、うききのき。ダメだこりゃ。ここはリトルグルメね。よし任せてくれ。来ちゃった。バナコーラフレークの出来上がりで。どうも。輪切りにしたバナナを器の中に入れ、よく冷えたコーラをひたひたにかけ、その上にチョコフレークをかける。コーラの代わりにサイダーでも OK です。女の子にもおすすめの爽やかデザートだよ。さあ食べてみちくり。ウィーマイコーウキキキキキウキー、痛かった。そこで何をしておる。デキデザー。何をしておると聞いておるのじゃ。いいね、決して怪しいもんじゃ。その顔つきからして十分すぎるほど怪しいわ。ヨットが嵐に巻き込まれて、そんでこの島に流れ着いたんで。とかなんとかうまいこと言ってわしを騙そうと。ちょっと待ってくれよ。そもそもおじいさん一体どこの誰で。お名前は独身ですか。わしはかつて世界中のうまいものを求めて7つの海を股にかけ航海した大海賊キャプテンコックじゃ。南海の小判ザメと恐れられたわしの勇姿見せてやりたかったわ。現在は引退してこの島で暮らしておる。だがわしの島を荒らす奴はたとえ誰でも容赦せんぞ。お金ならあるです。僕だけでも助けてくださいです。金カバの脱粉だ。もったいねえ。こんなはした金で解決しようとするなんざ不定ガキだ。ええー、面倒じゃ。全員サメのやつが出るわ。チータンどころじゃ。なんじゃこれは。これはオイラのリトルグルメで。昆布は料理の天才よ。料理の天才。イエーイ。面白い。わしとてうまいものには目がない方じゃ。もしわしをあっと言わせる超うまか料理を作ったら、お前たちを信用しよう。ただしこのキャプテンコック料理にはちとうるさいぞ。私はパリの三つ星レストランで修行しました大天才料理人オゲチャールダンクロー。ここは一つ私めにお任せを。はあ、散った小骨がありそうじゃの。ウィムッシュ、ギャルソン、料理をここへ。で、ようこそキャプテンゴッホ。ゴッホ。おのれ、わしの可愛い聖子ちゃんに何だること。聖子ちゃん許せん。ちょっと待ちくれ。ちくれ。お
の料理を食ってからにしてくれよ。お願い。よし、ただし条件がある。なんで？この島のフルーツとナッツを使って目新しい超うまか料理を作ってもらおう。わしも毎日同じ食べ物はさすがに飽きてきたところじゃから。よし、いっちょやってやらい。料理タン。まずバナナの皮を剥いて縦に半分に切り、いろんなナッツを間に挟んでバナナの皮にこれを包み蒸し焼きにするっと。蒸し上がったらパイナップルのジュースをかけて出来上がり。名付けてバナナッツ焼きでい。果たしてこのわしを満足させられるかな。オーマイコンブ。やりおいちぃ。まいったなこれ。昆布くんとか言うたの。わしは久々のうまい料理に感激でいっぱいじゃ。お礼にわしのとっておきの宝物をやろう。宝物ですかい。おじさんの宝物ってもしかして。どうでちゅ、すごいでちょ。みんなわしの大切なお友達なんでちよね。可愛い宝物がいらないなんてとっても欲のない少年でちゅね。ミミ、バイバイ。先生本当に心配したんだから。なーに、僕がいれば安心です。大活躍を見せたかったですぜ。助かってからって急に元気になっちゃった。元気なやつ。夏休みの宿題は土壇場で決めろの2本立てだ。じゃあ、いただきさ。